まずは、皆さん知っての通り1月の18日の建設新聞に、この読谷村の情報センターの PFI 事業が公募されるという、記事を、その後タイムスや新報両紙にもですね掲載されまして、多くの皆様方がそこに関心を持たれたことだと思います。無論私たち商工会としてもですね、読谷村の大きな事業であって、それから初めてのこの PFI 事業ということで大変戸惑いを感じながらですね、行政側にもその説明を求めながら、これまでも幾度となくお話をさせて、また話を伺ってきました。新たな日本全国いろんなところで PFI 事業というものが行われる中ですね、読谷村のこの役場前に本当にラウンドマークとなるような読谷村の新たな事業がここで行われるということに対して、商工会としてはぜひ私たちの本当に知恵と経験を生かした情報センターっていうものを作り上げることができないかどうかということで、本当に日々お話をですね、やってまいりました。しかしながら読谷村内で PFI 事業を、専門に行っている事業所もありませんし、 PFI どころかその事業のやり方さえもなかなかわからない状態であるということを知りまして、なんとか、これを村内事業所できないものかと勉強すればするほど難しくてですね、私たちとしても何なんだこれはと思いながらですね、しかし周りを見ていくとアンテナを張っていくと、他の市町村ももうすでにこの PFI 事業で転換を、行政の、公共事業が転換されていくものを今目の当たりにしている状況です。県内においてももちろん、読谷村もこれから今回の情報センターを先んじて、ドームの建設であったり、それから学校の建設がこれから4校あるというふうにもう公言されております。そういう状況下の中で役場がこんなに躍起になってですね、 PFI 事業を一生懸命成功させようとやっていることに対して、私たちがそのままこれからの時代も公共事業が永遠にあるとはもう思えないんですね。もう他の市町村も学校事業をもう100億かけて PFI でやっていきますということを公言している、村ももう出ました。読谷村においてもそうなる可能性っていうのは十分あるし、今までみたいに公共事業を毎年当たり前のようにあるとは到底思えない、状況下のもとで、この PFI はぜひ読谷で勝ち取る努力もしていきたいというような思いでですね、勉強を進めて、これまで工業部会の皆さん方を中心にですね、いろいろと、勉強会を小さいながらもしてまいりましたが、いよいよ4月の30日に、この募集要項が公開されました。もう皆さん、ご覧になったと思いますけれども、37億余りの大きな事業が、ここで行われます。それをぜひですね、今日のこの講演会、今先生をお招きして、本当にこの日程もですね、2、3週間ほどにですね、もう沖縄から別件でお帰りになられるところを、捕まえてですね、日程を調整していただいて、もうこの時間を本当にいいタイミングというか、私たちにとっては本当に救いのタイミングでですね、あさって行われる説明会の前に、今日の時間を作ることができたことに本当に、改めて岩先生には本当に感謝申し上げております。私たちはまだまだな読谷村、本当に、日本一人口多い村とは言ってますけれども、まだまだな小さい経済の村であります。でも読谷村は今日建設業界の皆さん方が大変多くございますけれども、とてつもなくチームワークのいい読谷村の業者会で、これまでも行政にも本当にただなく協力しながらですね、読谷村の数あるものを作ってきて、読谷村の社会貢献のために頑張られた先輩方が今日お見えであります。ぜひ、その思いをですね、この場で受け取っていただきながら、お話を一語一句、伝えていただければというふうに本当に強く切望したいというふうに思っております。お願いをしたいと思います。そして皆さんにおいても、この時間をぜひこれから10年先を見据えてですね、その10年先から今日を振り返った時に、この日があったからこそここにこんなものが出来上がったんだと言えるような情報センターをぜひ作ることを目指しながらですね、やっていただきたいと思います。私は商工会の会長という立場でここまでしかできませんけれども、
あとは事業所の皆さん方がどうしていくのかということをですね、知識と経験とそれからネットワークでもってですね、ぜひこの PFI を学んでいただき、SPC という大きな、私たちには計り知れないものかもしれませんけれども、でもできるチャンスが今あるということをですね、踏まえた上でぜひ今日のお時間をですね、共有していただきたいというふうに思います。本当に今日は、この時間にお集まりいただきまして、改めて重ねて感謝申し上げます。ありがとうございます。よろしくお願いします。